上位対決となりました。3位の沼津、そして4位の福島の試合、序盤積極的に仕掛けたのは福島でした。14番上がっていった星から40番樋口のシュート、この樋口のシュートが16番ゴールキーパーの丹江川のビッグセーブに防がれると、ここからしっかりとリズムを作って手堅く仕掛けていったのが沼津。太田の素晴らしい抜け出しがありました。そしてその後、前半の41分です。このシュート、14番福井、今シーズン初ゴール、先制しました。沼津が堅い守備からリズムを作って1点を先制し、前半を折り返します。34度の炎天下、暑い中でしたが両チーム集中を崩しませんでした。後半に入ってもペースは沼津、29番この畑の突破、しかしここは堀田が抑えると、さらに後半しばらく沼津の時間帯が続きます。一人で突破していって、これも畑、しかし今度は福島のゴールキーパー堀田がナイスセーブ。最後は右手一本でゴールを守ります。さすがに選手にも疲れの色が見える中、選手交代枠3枚を使い切りました。そして高い位置で奪いました。これが良かった。福島はこの一瞬の隙をついてこぼれたところ、詰めていたのは13番の三橋、ゴールキーパーを倒して、監督の持っているという言葉通り、このシュート、冷静にディフェンダーの頭のところ届かないところに打ち込みました。仲間からの祝福を受け追いついた福島、そして両チーム死力を尽くし同点、1対1で試合を終えています。